さあ、どっから来ますでしょうか。どっから来ますでしょうか。フィギュア選手です。トリッキーな動きをするかもしれません。どっから来ますでしょうか。全然どこか。じらすね。この拍手がまだ出られないという、この拍手がまだ出られないということみたいです。さあ皆さん、もっともっと盛大な拍手をお願いいたします。いらっしゃいました。ありがとうございます。いや、家電大好き野球選手です。いい家電はありそうです。そうですね。今日は岡山の市に帰りたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。ユースギア選手、ご来場です。皆さん盛大な拍手をもう一度お願いいたします。ユースギア選手、まずはここにお集まりいただいたファンの皆様に一言お願いします。はい、今日は札幌から来たんですけど、今日は皆様と、触れ合う機会があると聞いたので、張り切ってきました。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは小島ワンマンショーをちょっと見せていただきたいと思います。そうですね、こんな感じになっているとは思わなくてなんか緊張しますけど、はい、もうお立ち台ですから、今年お立ち台上がってないんでね、笑顔ばっかりでナンバーワン選手ですから、来年を期待してくださいね。結婚おめでとう。ありがとうございます、はい、それでは少しちょっとお話をお聞きしたいと思うんですけども、はい、まあ、今年のファイターズちょっと悔しい結果で終わったと思うんですが、はい、フィギュア選手自身も先ほどありましたがちょっと怪我で苦しんだシーズンだったと思います。振り返ってみてどうですか。そうですね、もう本当1年間なかなかコンディションが上がらずもう怪我ばっかしてたので、まあ、本当申し訳ない気持ちと、なんかもう自分自身、ちょっといろいろと見つめ直す時間があったかなと、なんか、まあ、いい方で捉えたいなと思います、1年間、はい、復帰した時のハッピーイエローのユニフォームでものすごい打ってたイメージがあるんですけど。そうですね、復帰して、張り切ってやってましたけども、まあなんかもう申し訳ないですけども全然コンディション上がってなかったです。はい、ありがとうございます。あと今季終盤は若い選手たちを積極的に使っていました、はい、こいつはすごいなとか、杉谷選手注目の後輩とかいらっしゃいますか。いや、注目でやっぱね、まあ、正直僕が若い時もこうやって使ってもらってましたけど、やっぱ僕自身は悔しいですやっぱ俺がやんなきゃいけないのにって言って、はい、ね、若い選手使われて、まあ、ただこいつはっていうのがもうなんていうんですかね、本当にライバルではないですけどもう尊敬したいというか、はい、石井一成、まあ、内野手でドラフトで入ってきて、はい、パッと見てもう久しぶりにやべ、ゾクゾクするな
こいつはやばいなっていう内野手でした。まあ、それだけ杉谷選手の注目の石井一成選手もいらっしゃる、まあ、でも僕たちはやっぱり杉谷選手の活躍を、そうですね、もう本当石井に負けないように頑張らないといけないので、よろしくお願いいたします。旭川には草薙研究所で、まあ、何回も来られていると思うんですけども、はい、プライベートで来られないこととかはございますか。旭川はプライベートはないですね。大川のスタルフィンの時に、前乗りして本当醤油ラーメンを食べるぐらいです。はい。旭川の印象は何かありますか。今日の多分マイナス6度と寒い中で。いや、まあやっぱ札幌より寒いなっていう。あと雪すごい降ってたので、わ、すごい積もってるなっていう印象はあります。はい。それでは、まあタイムリーなお話ですけども、杉谷選手といえば、まあ、はい、僕たち、まあ僕だけかもしれないですけど、中田選手っていうイメージが。まあ、CM などでもあるんですけども、はい、ファイターズに残留してくれました。で来シーズンはなんとキャプテンということで、いやどうも、まあ、皆さんもご存知の通り多分クソキャプテンになると思うんですよねいや本当に、ただやっぱ男気ありますし、いろいろキャプテンになりましたねって話をしたら、ケンシーは来年約束することがあるなんか僕に対して急にね、そしたらこれ来年一塁まで全力で走る最初からやれよ最初からやれよって言ったんですけど、はい、まあ、ライフ見てください。ファーストまで毎打席めっちゃ必死に走りました楽しみですね、それは。楽しみですよ。やっぱ今年に関しては、はい、打ってテロン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 してた反省してたんで、それでキャプテンになってなんか自覚が芽生えるのか分かんないですけど、はい、監督のことを急にボスって言われました急に、おい、お前が何かやったらボスに報告するからなってボスって言うなって、だからもう期待してほしいですね、来年キャプテンの。なんかもう海外を意識されてるような発言でもありますね、ボス。意識じゃなくて、監督のこと今まで監督栗山監督って言ってたのに、なんかキャプテン、おい、ショー、キャプテンだからなって言ったらはい、ボスって言ったらしくて何言ってんの、ショーって、はい、すごい、さすが。お二人の、まあ、本当に実際このベンチの中でこうやり合っているのを見たりするんですけど、あれはもう本当にもう仲いいというか、はい、まあ、ベンチ問わずに、ファースト守って僕セカンド守ってる時でもグラウンドでも、まあ、変な話ですよ、このリフレッシュして野球やってるので、はい、例えばファーストフライトが飛んできた時に、はい、僕横でフッ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 とか言ってるんで、あの人こんななんですよなってるから、まあ、そういうところを見てもらいたいですね。はい、もうまた見るポイントが、また他にありますか、ここを見てくれみたいな。俺たちのここを見てくれみたいなの。どうですかね、まあ、中田さんがね、よく打席に立ってる時に、ベンチで、こう、こうやってやってるじゃないですか。みんな頼む、打ってくれって思ってるじゃないですか。あ、違うんですよ。あ、違うんですか。あれね、本当、こうやってやってる時、大概打ってくれの気持ちもあるけど、その日のバットを頼む、折れないでくれとか、あの人ね、凡退したら暴れるから、はい、なんかバットめちゃくちゃになるんですよ、はい、それ見てたらバットかわいそうで、あのバット今日命日だねみたいな話になって頼む、ほんとあのバットのために打ってくれっていう、西川とかよく僕でこうやってやってるんですけど、はい、ふざけて、そこのそういうところを見てもらいたいですね。あ、はい、すごいやっぱ和気あいあいとして、まあ和気あいあいしますね、はい、素晴らしいです。あと何かと話題になってて、はい、もう質問攻めに合ってると思うんですけど、西武球場での掛け合い、はい、杉谷選手企画で、まあ、はい、スタルフィン球場とかでもなんかやってくれないかなと思いまして、まあ、ここの皆さんにだけ分かるようです、ね、ハンドサインとかこうボディーランゲージみたいな、まあ、そうですね、やっぱホームゲームなんで練習早いので、皆さんが入場する前に練習終わってしまったので、まあ、そこは来年ね、僕がちゃんとスタメンに出て、はい、ちゃんとね、セカンドに出たときに、もちろん何かしらね、お立ち台で立ったときはもう、それは旭川の皆さんを引き目でね、はい、なんかやりたいと思います、本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。じゃあ、最後、はい、100万ボルトといえば、はい、家電量販店なんですけども、はい、ご自身を、家電に例えると、家電お母さん、大事なところじゃないですか、今もう一度よろしくもう一回お願いします。100万ボルトといえば家電専門店です。そうですね、ご自身を家電に例えると
まあ、なんでしょうかね、まあ、変な話ですよ、はい、まあ、冷蔵庫じゃないかな、それのところはもうあの野菜も入りますし、アイスも入りますし、いろんな品物が入る、僕は皆さんの意見をいろんな形で、あの心に入れますよ、入れますよっていう意味で、冷蔵庫かなと、受け皿というか、まあ、ただ単に冷蔵庫が欲しいってだけなんですよ。なんか先ほどからなんか聞いてるような気がするんですよ。そうなんですよ、さっき裏でね、僕家電大好きなんで、チラシとかいろんなものをこう持ってきてもらって、あこれいいな、これいいな、これいいなで、ね、もう30分潰れちゃったんで、ぜひね、100万ボルトさんの皆さん、お買い物してから今日は書いてください。これもあの言うように言われたんでね。お願いします。はい、打ち合わせ通りありがとうございます。じゃあ最後になりますが、はい、来年の抱負、はい、決意を皆さんにお聞かせいただければと思います。まあ、そうですね、もう本当あの毎年毎年ね、いろんな方たちから期待してもらって、頑張れ頑張れという気持ちでやってきたんですけど、やっぱり、レギュラーを取らないと、話もなりませんし、レギュラーを取る前にまず怪我はなくね、1年、乗り越えないと、まあ、1軍にいないと話にならないので、来年は、とにかく1年間怪我を、なくして、まあ、強い気持ちでやっぱりあの、まあ、田中健介さんという思いはありましたけど、若い子も出てきたん でどうにか、 なんかそのセカンドというポジションを1年間怪我なく、チャレンジできる、つもりでやりたいので、まあ、レギュラーですね、ここはやっぱり補欠だったら本当にね、やっぱ、うん、あの中さんにも言われましたけど、補欠だったらまあ意味ないぞってちゃんとしてるけど言われたんで、来シーズンはもう怪我なく1年間、ポジションを取れるように、頑張りますので、スタルヒン球場の時には、ちゃんと守ってますので、皆さん、応援に来てほしいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今年はあの車の約束とかは DYT ですか？そうですね、まあ、約束の云々よりも、まずあの人の去就が心配だったので、これからしっかり、練っていきたいと思います。はい、そこの辺も含めて心待ちにしております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、ではここからご応募いただいた中から抽選で当選された方との写真撮影会を始めたいと思います。はい、大変長らくお待たせいたしました。それでは1番の方から伺います。あの上に上がるなかなかなんか恥ずかしいですね、この上に。